夢はここから ABA。 皆さんこんにちは、 ABA アナウンサーの木村翔太です。そしてこんにちは、三上しおりです。実は私は今日はですね、 ABA 番組祭にお邪魔しておりました。いや、ありがとうございます。先ほどね、2人でトークショーを終えたばかりなんですよね。そうなんです、お世話になりました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。いかがでした、ファンの皆さん。いや、本当にあの全国各地、県内各地からいらっしゃっていただいて、たくさんの方にの笑顔を見れてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。そしてちょうど昨日、はい、博士役で三上さんが出演されている獣フレンズが無事最終回を ABA では迎えました。いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ネットやらいろんなところで話題になって、今回こうやって青森で放送することが決まってすごく嬉しいです。はい、もうね、本当に青森のファンの皆さんも楽しみにしてた作品ですからね。そして ABA ではですね、はい、これからも同じ時間にアニメを放送していきます。次はですね、アホガールとズレズレチルドレンの2つです。そちらもぜひお楽しみに。そしてさらにもう一つ皆様にお伝えすることがあります。はい、青森アセク放送主催第17回ふるさと自慢わが町 CM 大賞に私、三上しおりが登場します。やりました皆さん。ありがとうございます。ね、楽しみですよ。我々2人で MC をしていきますのでね。そうなんですよ、はい、ちょっと拙い部分があるかと思いますが、もう木村アナと一緒ならもうバッチリですよ。いや、もう三上さんが青森のこと知ってるんで大丈夫だと思います。よろしくお願いします。たくさんの魅力をお届けしていきます。はい、CM 大賞なんですが、11月12日午後1時から青森県立保健大学で公開収録を開始いたします。はい、なんと入場無料でございます。皆様お気軽にお越しください。これからも ABA 青森朝日放送と三上しおりをよろしくお願いします。